こにこバンバンにこ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 バンバンにこにこ。はい、ということで、始まりました。7月の14日土曜日です。ちょっとした事情で帰りが遅くなりまして、遠回りをしてしまったのでね、帰りが遅くなりましたけれども、いかがお過ごしでしょうか。サンシティラジオステーションのスタジオから今日もライブでお送りしていきます。ニコニコライブニコニコバンバン。あ、パーソナリティ版です。388回目ということでございまして、いや、しかし暑い。暑い、とにかく暑い。暑いっすな、本当に嫌になりますね。暑くてこう毎日毎日暑いとね、ほんとげんなりしてしまいますけども、あまり暑いのが得意でない私はですね、本当にしんどいです、ここ何日か。っていうか、まだ7月の半ばでございますが、こんなに暑かったっけ毎年っていう、そんな気がしていますけどもね。いやー、本当に、なんというか、はい。クルーズが来てましたね。はい、どうもです。さて、コメント読んでいきます。シルスさん、ズズズいらっしゃい。ズズズ、ズズズじゃない。久しぶりの、和光通ということでいらっしゃいです。ズズズさんは和光通行いらっしゃい。ともやんさんは、なぜ ED75 なのかわかんないけどいらっしゃい。ひなきくさんもいらっしゃい。15個目さん誰だろう。いらっしゃい。ズズズズさんは沖縄行って来られたんですよね。中神って言ったらあの字が勝手に出てきたの。ひなきくさん大回りじゃない。仕事から帰ってきたの。そんなに悠長な、優雅な生活は送っておりませんで。大変です。疲れました。ね、途中まで起きてたんですけどね、国立まで起きてたんだけどね、気づいたら中神だったんですよね。ああ、立ち角降りなきゃなー。よくあるじゃないですか。一つ前まで起きてるけど、そこで寝るっていうね。トメさんは加藤の ED75 の N ゲージ買っちゃったから。ああ、鉄子で、なんや、なんだっけ、ビートレから鉄子に行き、そして、買っちゃいましたか。アーノルド・カプラがなくて困ってやす。模型屋さん行ったらない、ないかな。今、アーノルド・カプラってあんま使わないもんな、もう、すでに。うん、変えちゃえばいい、変わってるんだったら、他のを変えちゃえばいいんじゃないですか。引っ張る方をね。さて、コメント読んどこ。ツイキャスの方です。若さんが先週最後に送ってくれました。ニコ版が始まった頃延長の5枠6枠あったのだけど。いや、当時はね、ありましたよ。時間に余裕がありましたんで。もう無理。もう今無理です。そんなことにはできる余裕がございません。時間ね、有効活用しないといけないので、うん、まあそんなわけでございまして、ウグイスさんいらっしゃいです。中上拝島八王子、そういうことですね。なんだ、ひなきくさん次は HO に。まさにね、ほんとビートレ、鉄コレ、N ゲージ、次は HO ですね。確かにね。ズズズさん、未だに TN カプラはローンってイメージ。間違ってないと思いますけどね。未だに多分、ローンはすると思いますが。さて、あるかな。まあ、そんなわけでですね、今週もお送りしていきます。グダッと。はい。本当にね、嫌ですね。暑くて。もうそれしか出てこない。今週一週間何があったかという話をしましょう。今週、カレンダーはどこ行った？あった、カレンダー。今週7月の10、今週は、うん、はい。今週はですね、特に何もありませんでした、ここまで。対して、仕事の日々だったかな。うん。まあ、あとは、ちょっとゲームしたぐらいかな。はい。神奈月大大さんいらっしゃいです。はい。こうだな。よし。で、本当にね、夏ですよ。暑いですよ、日々。中川とかつみさん、いらっしゃいです。さっきね、近所まで行ってました。通り過ぎてきました。はい、ビューンとね。気づいたらね、降りるときはドア、ボタンを押してドアを開けてください。みたいな。今どこにいるんだろうみたいな感じになりましたけど。びっくりしましたけどね。よいしょ。さあ、さて、
行きましょう。今日のメッセージテーマです。ニコ版を聞き始めた頃の話。中方さん、今愛知県。え、そうなの？引っ越したの？じゃなくて、遊びに行ってるとか？どっちのあれなんだろうね。なんかややこしいね。愛知の人は富山にいるし、東京の人は愛知にいるし、なんかややこしいな。そんな感じになってます。さあ、そんなわけでね。いやー、明日からまた、ちょっと忙しいので、本当にね、いろいろ、これ終わったらね、もういろいろ支度しなきゃいけないんで、ちょっと大変なんですよ。もうほんと延長とか言ってる場合じゃないんです。で、本当は早く帰ってきたかったんだけど、そういう日に限ってね、過ごすんだなぁ。ありがちですね。なぜなんですかね。よいしょ。まあ、電車が止まってなくてよかったですけどね。はい。まあ、そんなわけでね、みやおさんいらっしゃい。愛知の人は富山にいます。ということでね、いらっしゃいです。富山いいね、地鉄。羨ましいな、乗りたいな、地鉄電車。地鉄電車はね、本当にあんまり鉄道ファンでない方でもね、鉄道の楽しさをね、伝えられる電車だと、鉄道だと思います。楽しいです、乗ってて。揺れとかね。古い駅舎とか、古い車両とか。味がありますよ、すべてにね。楽しんできていただきたいと思います。ズズズさん、寝過ごしは反対方向に動いてからが本番。遅い。それじゃあ遅い。一回ありましたけどね。あ、寝過ごしたと思ったら、ちょうど降りる駅に向かってたと。よかったね、起きたら河口湖じゃなくて。まあ、河口湖行き、そこまで多分寝過ごすことはあんまりないと思うんですけどね。もう空気が変わるじゃないですか。結構ね、あっちの方に、大梅の方に行く電車混んでてね、あんまりこう空気感が変わんなかったんですよね。一旦こうガラーンってなれば、こうガサガサっていう感じでハーって起きるんでしょうけど、完全にぐっすりでしたからね。参りました。まあそんなわけでですね、今日もぐだっとお送りしていきたいと思うわけなんですが、まだあと2分ぐらいあるのかな。中方さん、2058高専、今日が最後だったんですね。ね、今日最後だったんですね。なんか、亡くなると、いざ亡くなると意外と寂しいもので、八高線に乗るときにあれが来ると非常に残念だったんですが、ズズズさん、反対側に向かってる、戻るからいいや、あれ、また反対側にってことが、どんだけ寝てんですか。ミヤオさん、普通に家と家の間を縫うように走っていって楽しかったです。上滝線はね、比較的ゆったりと走るので、まだまだ、ぶっ飛ばして走るところがないのでね、できたら本線に乗った方がいいです。本線の方が楽しいです、結構。立山線はね、まあ、そこそこかな。うん、最後の、本宮から立山の10分間はなかなか楽しいと思いますけどもね。うぐいすさん、相模湖伊勢は半自動だからあんまり空気変わらないよ。そういうことじゃなくて、人の気配が全然なくなるじゃないですか。うん。青梅線結構もうずっと立ってる人もいっぱいいるしね、結構混んでるんですよね。そういう意味の空気感です。はい。神奈月さん、寝過ごしは反対方向のほぼ終点に来てからが本番。遅い。もう早く起きよ。もう早く起きよ、それ。ズズズズズさん、205の親戚のようなボロ211がいる群馬へぜひお越しください。がっかりしますので。いや、うちの近所にもいっぱい走ってますよ。青いの、いっぱい走ってますよ。もう全然よく、たまに乗りたいと思う感じの電車ですけども。中方さん、青梅線に来たのは8高205系乗りに来た、ではなく、偶然？あ、偶然です。偶然寝過ごしました。普通に寝過ごして、本当は立川で乗り換える予定が、座れたのがいけないですね。吉祥寺あたりかな？座れて、ふぅ、と思ったのがもういけなかった。ツイッターを見てたんですが、そのままストーンと寝落ちしましたね。いや、久しぶりに寝過ごしたの、ほんと。さあ、そんなわけで、今日もお送りして、まだ早いか。もうちょいだな。まあそんな感じでですね。まあ疲れてんだね。うん、今日もゆっくり寝よう。早く支度して早く寝よう。明日も大変だ。明日はもう移動デーですよ。本当に。大移動をします。まあそんなわけで、お送りしてまいりましょう。サンシティラジオステーション、ニコニコライブ、ニコニコバンバーン。
さあそんなわけで改めましてご機嫌いかがでしょうか。サンシティラジオステーションのスタジオからライブでお送りしてまいります、ニコニコライブニコニコバンバンということで、いや暑い、もう暑くて無理、もうそれしかない、暑い無理そんな日々です。ぐいすさん、夕方に立川発松本駅210いらないでくれ、入れるのにつり革がないということですかね。それ前言ってましたね。 でもそこ一瞬だけでしょ、ちょっと我慢してくださいそこだけ一瞬だけなんで、ちょっとだけ我慢してください。そこの一瞬のために車両入れ替えたりはしないと思いますけどね。はい、まあそんなわけでですね、今日もお送りしていきますので、最後までお付き合いいただきたいと思います。今日のメッセージテーマ改めて言っておきましょう。ニコ版を聞き始めた頃の思い出話ということで、当時まあどうやって知ったかっていうのもあるけど、なんか当時の話を、こんなことあったなみたいな話聞かせてください。ズズズさん、足元ではうちの猫が溶けてますね、熱いもん。今このスタジオはだいぶ少しクーラーが効いてきて冷えてきましたが、しかし外はまだ暑い、ムンムンです。まあそんなわけで今日もお送りしてまいります。シルさん、猫は液体私も液体になりそうでしたけど、今日昼間暑くて。そんなわけでサンシティラジオステーション、ニコニコライブニコニコバンバン、この時間は、結婚式場の別離縁、週刊借家、鉄道趣味サークル、第一閉塞進行、神田部品ほか各社の提供でお送りします。トンちゃんと堀ちゃんのヒットミー、 次回のテーマは堀ちゃん先生に大質問。堀ちゃん先生、堀ちゃん先生、空はなんで青いの。大気が光を屈折させて、堀ちゃん先生、青い光だけなんで水は青いの。なんで水は青いの。水が光を屈折させて青い光だけが届くからだよ。堀ちゃん先生、残業をなくす方法はないの。ちょっとそれはできませんって言って断ればいいんだよ。会って別れて、別れて会って、一生に一度のはずの結婚式、私たちは2回目以降もお世話いたします。離婚率 100% の結婚式場、私たちは別離縁です。ニコニコバンバン、ニコ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 バンバン、ニコニコって、これちょっと恥ずかしいよね。はい、サンシティラジオステーションのスタジオからライブでお送りしております、ニコニコライブニコニコバンバンということで、中方さん、お茶ありがとうございます。それでは、アンリミテッドさんでした。あれ、コテハン取れてんのかということで、そうですね、はい、ありがとうございます。あ、昨日もありがとうございました。遅くまでね、バスを一緒に走らせましたけど、あれ楽しいっすね、あのゲームね。いや、めっちゃ楽しいわ、あのゲーム。ずっとやっちゃうわ、あれ疲れるまでやっちゃうわ。疲れて集中力がなくなって、あ、もう無理だなっていうぐらいまでやって、あー、いいかっていう感じ。結構時間経つの早いですね、あのゲームやってるとね。ということでですね、またよろしくお願いいたします。まあ、そんなわけでですね、今日のメッセージテーマ、ニコ版を聞き始めた頃のお話。35個目さん、みんなやろう進めておきましたっていうのはどなたでしょうか。初見さんいらっしゃいです。初見さんかどうかわかんないけど、いらっしゃいです。いや、ほんとね、あれ面白いっすよ。バス好きな人とかはもうめっちゃハマると思う。日本じゃないのだけが残念ですけど、十分楽しめると思います。日本語にも対応してるっていうのと、システムがわかりやすいっていうのと、意外と本格的っていう、この3点じゃないかな。まあ、詳しくは YouTube の方を見ていただければと思いますけどもね。なんかね、 YouTube の方もね、チャンネル登録者数が少しずつ増えてきて115人になってますね。いいですね。あと885人。遠いな遠いな、まだ随分遠いな。頑張っていきましょう、ほどほどにね。ズズズさん、ハンコンがないのが2ハンドルな、コントローラーはあるけど
ハンドルの違いですよね。丸いハンドルがついてないとできないですからね、あれはね。いやいやしてたということですね。はい。いや、ほんとね、みんなでやろうと進めておいたということで。おー、ありがとうございます。みんなでやりましょう。私もツイッターで投げました。昨日の YouTube の画像からね、切り取りまして。うん。絶対面白いと思うんだけどな。でも、あと2人か。先着2名しか入れないですけどね。うん。うちはね、サンシティバスは。あの街はなんだっけ、ベイサイドタウンとかっていう街なのね。知らなかったですよ。そういう街だったんだ、と思ってね。ベイサイド交通でよかったな。あ、千葉みたいだけど。さて、話はそれましたけどもね。ここでね、でもお便りはまだ後でいいんだな。うん、お便り後でいい。あー、でも来てるな。広告を打ってくださったのは誰だ？中里克美さんだ。中里克美さん、ありがとうございます。広告ありがとうございます。これね、使わないと思うと使うし、使うと思っておいておくと使わない、この温厚さんなんですけどね。さあ、そういうことでですね、読んじゃおうかな。お便り。まだ4分、5分ぐらいあるけど。こちらですね、佐賀県はラジオネームキャットさんからです。いらっしゃい。久しぶりだ。すげえ久しぶりだ。何年ぶり？お久しぶりです。キャットです。覚えてますかね？覚えてます。大丈夫です。何年ぶりでしょうか。先日仕事が休みの時にタイムシフトで拝聴しました。ああ。聞いてるんだと思ってちょっとびっくりしましたけど、はい、ありがとうございます。聞いていただいてね、毎週聞いていただいて、うん、タイムシフトでもいいです。メールいただければご紹介しますのでね。 PC 触るのも何年ぶりだか。あ、そんななの。バンちゃんの放送聞き出した頃もう何年前になるんだろう。あれはでもサンシティは存在してるけど、あれ何年前だ。ニコ版がでも始まる前だから、もうおー、もう、7年とか、かな？になるのかな？あの頃、チビちゃんだった。そうだった。息子は現在高校2年生で身長も170センチを超えてる。チビちゃんじゃないな、もう、全然。12歳離れた娘ちゃん、今年で5歳は、タブレットで YouTube を見るのがお気に入り。そうなんだ。プリキュアのバスボールに夢中で、毎日甘ったるい香りのお風呂に付き合わされてます。女の子だね。以前よくお邪魔していたのは、娘ちゃん妊娠中で産休育休だった時だから、4年ぶりくらいかな。あ、そうか。なるほど。それで、だったんですね。なるほど。じゃあ今またお仕事再開されて忙しい日々なんだな。年月の経つ早さって、やーねー。ほんと、やーねー。当時だって、まあ、4年前じゃ、そうか。まあ、イベントやってた頃だよね。確か最初の、ラジオ食堂をやった時ですよ。あの頃は確かまだ聞いてくださってたかな。多分、4年ぐらい前ですね、ちょうどね。そうです。だから皆さんとね、こうお会いしてからそのぐらい経つということになるわけですよ。ひなキックさん、初期一人ニコ版時代の常連リスナーさんかなということで、4年前だから、そうだね、堀ちゃんとまだ会う前になるのかな。もうなんか記憶が曖昧すぎるんだけど、いや、うん、堀ちゃんはでも多分ね、知らないと思うんですよ。堀ちゃんと会う前ということは、前のスタジオだった頃だから、あの山奥のスタジオの頃ですね、多分。あの頃じゃないかな。ほんとニコ版聡明期の頃ですよ。はい。ちょうどいいテーマで、こういうメールを送っていただきました。ありがとうございます。ほんとね、年月経つの早いもんで、ニコ版自体も、7年ぐらいになるのか。そうか。もうちょっと前じゃない？これ、キャットさん。これ、4年ぶりどころじゃないんじゃないの？ 5 歳の娘ちゃんがいる、今年で5歳だから4年、5年ぐらい前か。うん。多分、その、スタジオ移転する直前ぐらいまで聞いたのかな？と思いますけども。まあ、ラジオなんでね、よかったら、また聞いていただきたいと思います。いやー、ほんとね。歴史を重ねましたよ、この番組も。なんだかんだでね、もう388回目ですから、なんたって毎週1回でね、本当に。さあ、そういうことで、そんなもんかな。はい、ということで、キャットさん、お便りありがとうございます。また送ってください。アンリミテッドさん、金髪の帽子にルノワールでおごってもら
したのは未だに忘れてませんな。ルノワール行ったっけ？もう忘れてる。中野かな？中野のルノワール、え、ルノワールだったか、あそこ。ジョナサンかなんかじゃなかったっけ？あの時いたけど、アニメテッド君いたけど、まあね、だからいろんな人の出会いがあって、いろいろこの番組も変遷があって、わーってなる時期もあったし、まあ今みたいにね、静かになっている時期もあるわけで、まあこれからどうなっていくやらわかりませんが、うぐいすさん、藤森公演公開収録しません？かなり昔にあったよね。あれは公開収録というか、外で、撮ったんですね。あれ何年前だい？アンリミテッド君。あの時初めて会ったんだよね。いや、当時高校生がもう就職ですからね。はぁ、年取るの早いわけだ。お知らせです。阿賀川上流の景勝地、湯の神温泉。猫駅町のいる駅、芦ノ牧温泉。100万年の歳月をかけて作り上げられた渓谷の岩肌、塔のへつり。四季を通じ様々な表情を見せる会津へおいでください。運転席がお待ちしています。会津の雄大な景色を独り占め。鉄道運転シミュレーター、会津鉄道会津線は、鉄道趣味サークル第一閉塞進行より好評発売中。急動作ズボン出発ピスコ。お帰りなさい。今日はどんなことがあったの？お母さんに言ってみなさい。まるで実家に帰ってきたかのようにあなたをお出迎え。心を休めてほっと一息。ふるさと酒場お母さん、新橋駅からすぐ。メイド喫茶ドリームドリームもよろしく。ご主人様、お帰りなさいませ。メイド喫茶ドリームドリームは、ご主人様のお茶やお食事だけでなく、あんなことやこんなことまでさせていただきます。はあ、今変なこと考えましたね。最悪。メイド喫茶ドリームドリーム。ものづくりなら東京秋葉原の神田部品。秋葉原駅から徒歩3分。各種電子部品工具を多数用意。神田部品オリジナルキットや書籍も販売中。ものづくり初心者にも徹底サポート。アイデアはあるけど、まず何をすればいいの？というそこのあなた。店内の無料工作スペースには、ハードウェアからソフトウェアに至るまで専門のスタッフが常駐。わからないことがあっても徹底対応いたします。初心者からベテランの方まで、毎月さまざまな講習会や工作教室を開催。アイデア実現のためのきっかけにするもよし、自分のスキルアップをするもよし。新入生新社会人のための超短期間スパルタスキルアップ講習会も大好評。可能性はあなた次第。あなたの想像力に強力サポート。東京秋葉原の神田部品。ニコニコバンバンニコニコ、ニコニコバンバンニコニコ。はい、サンシティラジオステーションのスタジオからライブでお送りしております。ニコニコライブニコニコバンバンって言ってたら、キャットさん来たじゃない、いらっしゃいです。アットマークキャットって打っていただくとね、名前入りますんで、よろしくお願いします。お久しぶりじゃないですか。お元気そうでお忙しそうですけども、はい、いうことでね、またぜひ暇の時に聞きに来ていただきたいなと思います。ちなみにですね、8月に本当のラジオに出ることになりましたんで、詳しくはまた今後お話しますんで、ぜひですね、スマホも重いから PC から、どなたかな、いらっしゃいです。なおさんもいらっしゃいですね。なおさんは今多分いい気分でお酒を飲んだ後という感じだと思いますけども、いいなぁ、美味しいお酒飲みたいな。飲みたいな。さあ、お便り来てます、読んでいきましょう。こちらはですね、静岡県はラジオネームともやんさん、いらっしゃい。お世話になります。業務的だな、おい。お世話になります。お世話になっております。バンさんと出会ったのは2013年秋ですね。もう5年か。
ああ、早いね。当時ラジオとしての法人は立ち上げておらず、新海智司さんの友ラジ名義でラジオ1本をやっておりました。私の他にラジオニコ生でやってる人いないか。いた。映像付きで天井カメラからライブしてるラジオがあった。やってましたね、映像付きで。映像を出せって言われたんですよ、クルーズに。それでしばらくの間映像出してたんだけど、かたくなに最初拒否してたんですけど、出せって言うから、じゃあ出すよって出したんですけど、あんまりいいやっていう感じでやめましたね。それがバンさんでした。本格ラジオ、鉄道、元パーソナリティ、ラジオ好きでビビッときましたね。まさかその数年後、ニコ版でコーナーを持ったり、コーナー内で試食企画や食レポ企画をやったり、公開生放送参加させていただいたりと、ここまで深く関わるとは思いませんでした。今年もなんかやりたいですね、本当はね。9月、やるか?やるか?なんか、また大変だけど。9月だったら今からでも大丈夫。うん、場所さえ取れれば。なんだっけ、サンシティを参考にさせていただいた部分もありますし、何を隠そうラジオ CM についてはサンシティを明らかに参考にさせていただきました。こんなことを言うのはあれだけど、このスタイルで、まあ本当のラジオみたいなスタイルでネットラジオをやったのはうちが元祖ですから、正直言っとくと、それは多分間違いないです。こんな感じで本当にラジオっぽくやってるのはうちが元祖だと思います。これもう自負しちゃう、もう全然自負しちゃいます、これは。はい。で、結構ね、そっから広まったんだよね。なんかこのコマーシャルとか、ジングルとか。なんかね、大体それまでのネットラジオって、ただ始まってグダグダっと喋って終わるっていうスタイルだったんですけど、ちゃんとしたラジオという形でやってるのはね、ほんとうちだけ、です。若さんです。懐かしいメンバー来ると思い出す名物企画、課長のリア凸あったね。いらっしゃいです。課長さんもなんかご結婚されるとかでねえ、おめでとうございますって感じで、本当にね、こう時が経ったなって感じします。キャットさん元気よということ、よかったよかった。じゃあね、ぜひ暇な時に聞きに来てくださいね、本当ね。でね、あ、そう、続き。今のグロリアはサンシティなくてはおそらく存在しなかったと言っても良いほどお世話になっております。そして今後ともよろしくお願いします。いや、こちらこそよろしくお願いいたします。FM グロリア407統括局長兼静岡本局長、新海智久という。長いよ。役職長いよ。うちそういうのないんでね。ゆるっとやってるんで。ということで、47個目さん、うちの初期スタイルは人集めのため BGM3 分流してからのオープニング入りで30分放送で終了でした。そう、だから最初から喋り始めると聞き逃す人がいるんですよね。だから私も最初 CM2 分流してます。キャットさん、娘ちゃんが生まれてからはほぼ来れてなかったからなぁということで、まあお忙しいからしょうがないですね。あ、PC のともやさんですね。はい、そうです。まあしょうがないですよ。でも今はね、5歳になればもうだいぶ落ち着いて、まあこの時間なんか一番リラックスしてる時間じゃないでしょうか。静かになってね。でも上の子が高校2年生か。高校2年生か。もう2年したらもう変な社会人になる可能性がある。はぁ、でも当時チビちゃんって何歳だった？ 10? まだ小学生。何歳でしたっけ当時。ちょっと覚え、4年ぶりどころじゃないと思います、きっと。もっとすごい経ってると思う。ウグイスさん、ホリちゃんスカイプゲスト希望、生きてるかな。ホリちゃん元気ですよ。はい、たまに会いますけど、元気ですよ。多分喋らせればまたいくらでも喋ると思うんですけどね。ちょっと待って、今ね、ふと思いつきまして、過去のね、データをちょっと探ってみようかなと思ってます。キャットさん、17歳だよ、ジビ君って。ねえ、当時何歳でしたっけ？当時何歳だったかな？それを知りたい。何歳だったっけね。あ、ちょっと懐かしい素材がちょいちょい出てきたな。かけてみようか。ちょっと懐かしいぞ。ちょっと懐かしいぞ、これ。聞いてみようか。よいしょ。サンシティラジオステーション10年目突入記念。ラジオ食堂。こんなんだったっけか。サンシティラジオステーション10年目突入記念。
ラジオ食堂元気ねえな元気ねえなっつって撮り直したんだな、そういえばな。懐かしい、あったね、こんなの。あったあった。あとはね、どこにあるかな。意外とありそうでなさそうで、なさそうでありそうで。これは違うな。ここに入ってる？あれも2000。どれかな。今ね、いろいろ過去のデータを探ってるんですけど、いや意外と出てこないもんだな。どっかやっちゃったかな。ムービーがあるんだよね。このムービーは何だろうか。おお。ああ、こんな感じでやってたんだね。懐かしい。了解了解。もう一回言います。懐かしい。こんな感じでやってたな。懐かしい。なおさん、息子のジングルは3歳くらい。なおさんの息子さんのジングルは3歳 ?3 歳え、今何歳？あ、でもそうか。そのぐらいか。そのぐらいになるのか。うわぁ。うおぉ。うおぉ。そうか。ニコニコバンバンニコニコ。どうもナオです。こんなの夜かかったらめんどくさいね。これうるさいね。うん、これじゃなかったこれじゃなかった。ナオさんのあれはどれだ、どこ行った。あ、これか、これだこれだ。ニコニコバンバンニコニコ、ニコニコバンバンニコニコというね、懐かしい、ジングルもあったりしますけどもね。はい、まあ、一部まだ今でも使ってますけども、懐かしいです。さて、キャットさん、バンちゃんと出会った時は多分3歳くらい、うちが佐賀に引っ越す前だったから14年前か。もうそん26、ああそうか、その頃か。20代後半だったですよ、私も。もうおっさんですよ、40の。はあ、PC のともやさん、ニコマンからのリクエストで好きな曲が増えたりしました。二人の赤星、ああなるほどね。懐かしい。ズズズさん、暗黒史さらけ出したいかい。暗黒史じゃないよ。暗黒史じゃない。ナオさん、声が全然違う。ね。うん、まあ、太くなったというか、まあ、プロになったんでね。そういう意味ではね。結構いろいろありますよ。いろいろありますよ。懐かしい。懐かしいね。あ、赤尾さんとか来たね。そういえばね。ああ、最近テレビで有名なあの方とかいるじゃんね。これどうだったっけ？日吉十美です。ご乗車ありがとうございます。最近ね、バラエティでは、引っ張りだこのエアトレインチャンピオンの来ましたね、そういえばね。そして、チャモさん、いないと思った、実はさっき来たわこついらっしゃいです。お便りがね、溜まってる。読んどこう。なんか昔の音源かけるのに夢中になっちゃった。行きましょう。これはね、まずはね、大阪府はラジオネームひなきっくさん、いらっしゃい。はい、バンさん、リスナーの皆さん、ワコ通コ、ワコ通コ。ニコ版のリアル視聴を始めたのは2016年春くらいからです。その頃から暇な時にアーカイブの過去放送を聞いていたので、昔のネタに反応したりして、もっと子さんに思われてるかもしれませんね。あ、そうか。そんなもん、まだ2年くらい。そうか。その頃から、あ、違うな。聞き始めた頃は AD さんがいたり、よくゲストさんが来たりしていましたね。まあ当時はね、スタジオが自由だったんでね。この中に AD さんを知らない人いますか？おお、聞いてみましょう。AD さんを知らない人ので挙手をお願いします。大体知ってるんじゃないかな、でも。うん。PC のともやさん。あ、ヒカキンも出たっけな。嘘。出てないよ。出てない。ヒカキンさんは出てないです。つながりないです、今のところね。ともや、わかってる。ともや、手下げなくて、へいで下げなくてより。
あとなんかあるかな、過去にいた人。あ、こんな人もいた。ニコニコバンバンニコニコ、ニコニコバンバンニコニコ、マイコだよポー。そうだよ、ポーって言ったらマイコの持ちネタだったんじゃん。誰かがパクったけどねえ、これが元祖ポーですからね。はい、キャットさん、トナカイさんは覚えてるけど、え、トナカイさん、なんかクリスマスの時にトナカイ、あ、誰だっけ、トナカイさん、トナカイさんいたような気もする。なんとなくうっすら記憶の彼方に記憶の彼方に、すげえメールがなんか殺到し始めましたけども、記憶の彼方にある気がします。トナカイなんだっけ、トナカイ、トナカイなんだっけ。トマヤさん、マイケルさん懐かしい、懐かしいね、マイケルさんね。それこそうん、チョモさん、ここにパクったチョモいます知ってる知ってる、パクった人がいます。ね、本当にね、いろんなことがありますけどもね。さあ、どんどんと。マイケルさん懐かしいな、アニミテッドさんは知ってるよね、ちょうど同じ時期だもんね。うん、そうだよ、あの衝撃の登場ですよ、松戸であったね。そうそう、松戸で収録してたらね、後ろからこんにちはとかって声かけてきてね、えだから、あれ、なんで福島の人が今ここにいるのっていう話で、はあ、懐かしいわね、懐かしい。あるかな、当時の音源と思って今探してるんですけどね、意外と出てこないんですよね。どれかな、意外とない、意外とない、意外とない。ちょっと待って、こっちにあるかな、イベント関係。あ、これはあれだな、当日使う素材だな。あとはこんなもんだよな、登録。ほうほう。あ、昔の、これ何の登録だ。これはあれだ、リアルラジオの登録ですね。リアルラジオの登録、ここで流すわけにはいかないので、あ、ちょっと待って。これなんだ、ゲストを呼んでみたいと思います。あったね。はい、もう直接ね、言っちゃいます。はい、こんばんは。あれ、こんばんは。はい、こんばんは。あれお疲れ様です。はい、お疲れ様です。というか、もうラジオ繋がってるんでしょうか。繋がってます。いやー、恥ずかしいわ。私、ちょっとこれだ。コタの声がするけど、これじゃないのかな。あ、違う。日付を間違えた。これじゃない。これじゃないね。え、どれだろう。これか、これかな。ちょっと待ってくださいね。あ、違うな、これじゃないな。いや、もう分かんなくなっちゃったな。探しとけばよかった。さあ、いいや。チョモさん、というかマイコーさんがメッセージを送らなくなったから私が引き継いだのか、勝手にそうだったのか。キャットさん、今息子くんにバンさんの放送聞いてって話したらふわっふふって笑われた。なんでやねん、なんで笑われるねん、こらこら。おじさんは君がずっと小さいこんな頃から知ってるんだよ知らんけどさあ、次行きます。こちら神奈川県は何様、俺様、直樹様いらっしゃい、私がニコバンリスナーになったのは2年前、まだもう一人パーソナリティがいて、ゲストでボーリングがどうたらこうたらとゲストが話していた時に、初めてメッセージを送りました。忙しいのでちょくちょく見てましたが、ちょっと話が支離滅裂だよ、ちょっと。忙しいのでちょくちょく見てましたが、今日は外せないテーマだったので送りました。てか覚えていますかってリクエスト来てますけど。ですね。まあ、なんというかですね。
まあ、正直な話すると覚えてますね覚えてないな、うん、覚えてないな、俺様何様俺様直樹様でも聞いてくれてたんですね結構ね、うん、ありがとうございます。先週も聞いてくれてたってことですよ。こうやってメールくれてね。いや、それでも十分ありがたいことです。本当にありがとうございます。もう覚えました。俺様、何様俺様、間違えたけど。何様俺様、直樹様、お便りありがとうございます。ニッコニッコバンバン、ニッコニコ。ニッコニッコバンバン、ニッコニコ。趣味は歌うことです。はい、サンシティラジオステーションのスタジオからライブでお送りしてます。ニコニコライブニコニコバンバン。メールがたくさん来ておりまして、処理しきれない感じになっておりますけども、これがこれでしょ。あとね、 1,2,3 リクエストコメで4通か、もう1時間かという、早いですね。アンリミテッドさん、一昔前には最年少リスナーだったと思うのに、時間怖いな。もう就職ですからね。79コマさん、じゃあ送るのやめようかな。やめてよ。次回に続きます。次回に続けましょうか。ね。このまま延長、まあ、ほら、また来たし、これもう読み切れない。30分延長したところで読み切れないんで、また、じゃあパート2。おー、ちょっと待って。これはちょっと読みたい。これ今来た。ちょっと読みます。こちらですね。時間ないエンディングでご紹介します。いやー、すごい。ちょっと待って、これ、どうしよう。でもね、明日からちょっと仕事でやばいので、準備しないとやばいの。来週読みます。でも今いただいたお便りだけは読まして。常連さんは、一周我慢。一周我慢してくれ。初見とかね、あまりこう、時々送ってくれる方とかを優先して読んでいるこの番組なので、岡島さんとかいたね、そういえばね。あとは、なんだ、パイロットの方もいたしね。うん。初見に優しい放送、それはそうです。もう常連さんは分かってくれてるんでね、いいんです。初見さんをまず大事に。それでね、もう常連さんになっていただけると嬉しいなというふうに思っております。ふぅ。では、顧問決定、来週のテーマも同じで、第2回でいきたいと思います。いやー、盛り上がったね。楽しかった。お知らせです。太陽マートは、おかげさまで開店34周年。感謝の気持ちを込めて、大感謝祭を開催。キャビアの缶詰、1ケース100円。北海道産高級イクラが20キロ100円。日曜は午前3時から早朝1。これからも笑顔と家族の皆様。宇宙旅行なら銀河ツーリスト。宇宙旅行専門の銀河ツーリストが格安の宇宙旅行をご提案いたします。2泊6日、非往復プラン。3980万円から。あなたの月のうさぎと餅つきしてみませんか？宇宙旅行なら銀河ツーリスト。ニッコニッコバンバンニッコニコ、ニッコニッコバンバンニッコニコ。ってこれちょっと恥ずかしいよね。はい、サンシティラジオステーションのスタジオからライブでお送りしてまいりました。ニコニコライブニコニコバンバン。そろそろ今日はお別れの時間でございます。一通先に読まして、こちらね、埼玉県は大宮のラジオネーム、大宮のトラックドライバーさん、いらっしゃい。覚えていますか？よくニコ版をトラックの中から聞いていたものです。よくリクエストさせていただきました。男たちのメロディーや佐野元春とか、この間の大阪の地震、そして西日本豪雨でも2回も足止めを被災地で食らった私です。あら、大変でしたね。お疲れ様です。実はこの間やっと東京のターミナルに荷を下ろして5日ぶりに帰れました。うわー、長距離便の運転手さん大変ですよね。いやー、しかし3日後広島と福岡へ向かいます。また遠いところへ。うちの運送会社の命で物資直送便で送らせていただきます。おー、
そうなんだ。高速道路もほぼ通行止めも解消されたのでかっ飛ばしてきます。あ、エースコックありますエースコックエースコックの人もいたよね、最近だけどね。西日本の皆さんお待ちくださいね、今日は休暇いただいておりますのでゆっくりいたします。まあもうたまにゆっくりした方がいいですよね。このね、大宮のトラックドライバーさん、名前は確かね、ちょっと違ったような気もしますけど、このトラックドライバーさんからいただいたお便りでね、私泣いちゃったんですね。号泣しちゃいました。嬉しくて。思い出しました。なんか、こう遊びでやってることで人に役立ってるんだなっていうのを感じた時にね、すげえ嬉しかったんですよね。ぜひまあ、休みの日もこうやって聞いてくださって、ありがとうございます。ですね、いや、いつもすごく謎に思ってたんですけど、まあこうやってね、コメントをくれる方ってまあ5人6人ぐらい、いつも同じね、常連の方々がいっぱいいてわやわやしてるんですけど、来場者数を見るとね、31人です。だいたい30人ぐらいは聞きに来てくださる方がいるんです。ということは20人ぐらいは一瞬でも入ってきてるわけですよ。でまあクルーズが来てって言ってもあんまりクルーズは最近反応ないので、で毎度毎度このぐらいの人数はね、コンスタントに来るので聞いてる人いるのかなみたいな一瞬来てすぐ帰ってるのかなみたいな、5分で帰ってるのかなみたいなね、そんな風に思ってたんですけど、意外と最後まで聞いてる方いるんだなっていうのを今日ね、さっきのもう名前忘れたもう忘れないって言ったけどもう忘れた何様、俺様、直樹様もそうだし、このトラックドライバーさんもそうですけどね、こういう時にお便りくれるわけじゃないですか。いやー、すげえ、すごい嬉しいですね、やっぱりね。で、やっぱ聞いてくれてるんだなって実感がすごいあります。まあでもラジオなんでね、全然聞き専でいいんです。コメントしてくださいとは言いません。こうやってお便りいただけることが本当私一番嬉しいので。まあでも気軽にね、このコメントでわやわやしてる人たちの中に入っていただいて構いませんので、コメントしてる人たちは優しく迎え入れること。小さなコミュニティにしない。なぜか説教を始めるっていうね。まあ本当そんなわけでね、ぜひ皆さんまたお便り待ってますので、引き続き、一時期うんざりしてもういいかなと思ってたんですけど、最近またやる気出てきたんでね、やっていきますので、ちょっと時間とかバラバラに、曜日とかバラバラになっちゃうかもしれませんが、その時はツイキャス残してないんだな、まあ、タイミングがあった時ぜひ聞きに来ていただきたいと思います。さあそんなわけでね、ありがとうございます。大宮のトラックドライバーさんからでした。お便りがね、また本当に続々と来てるんですが、常連さんが多いのでね、お便りは割愛させていただきたいと思います。来週また同じテーマでいこうかな。コメント読んでおきます。どこだ？中加藤さん、じゃあ送るのやめようかなって言ったけど送ってくれましたね。あと、来週ご紹介します。PC のともやんさんは誰、岡島さんということでしたが、トラックドライバーさんでした。ひなきっくさん、来週はパート2とニコマン総集編とかにしたら、いや、そんなことやってる時間はないので、パート2でいきます。総集編だと終わるみたいじゃん。PC のともやんさん、初見に優しい放送、常連に手厳しいラジオ。いいの、それで。チョモさん、我慢する、かっこ次回を書かなくていい、わらわら。お休みしてください。トモヤさん、これをなぜ400回でやらない。アンリミテッドさん、400回記念は秋頃か、何するんですね、なんか考えますかね。ひなきっくさん、400回にやらないのがニコ話。ひなきっくさん、よくわかってる。そうですよ、それがこの番組ですよ。てなわけでございまして、そろそろお別れの時間がもうやってきました。早いもんでございます。はい、そんなわけで今日もね、お聞きいただきましてありがとうございました。来週はうん、大丈夫ですね、普通にお送りする予定です。来るかもしれないけど、はい。ではそれではまた来週お会いしましょう。お相手はパーソナリティバンでした。ではまたです。 See you。